一日、東方洋画系で公開された、日本のホラー映画である。ベースは、プレイステーション2で発売された、ホラーステルスゲームの、セイレーン2。監督は、堤幸彦で、市川ゆい、田中直樹、安部寛、森本レオ等が出演している。セイレーン2をベースにしているが、登場人物はすべて異なっており、その前作、セイレーンの要素も含まれているなど、 各設定には多くの変更が加えられている。また、原作では、雲バネジ人、犬バネジ人などバリエーションがあったカバネ人が、本作では、半バネジ人しか登場しない。その点では、物語の革新と密接に関わっている。1590年アメリカ、ロアノーク島で、島民全員が突然失踪。 島には乱闘の跡もなく、唯一手がかりとなったのはある家の柱に残された黒点という文字だった。1872年大西洋。以前に海上で突如失踪したマリーセレスト号が発見されるが乗組員の姿はなく、船室に残された公開日誌には12月4日は我が妻マリーがと唐突に終わっていた。そして1976年日本の夜三島。 嵐の夜に全島民が消失し、保護された男、土田景は狂ったように、サイレンが鳴ったら外に出てはならないと繰り返し、叫んでいた。29年後、天本雪は、フリーライターの父、真一と弟、秀夫と共に、体の弱い秀夫の天地療養のため、夜三島に引っ越してきた。そこで、雪たちを待っていたのは、異様な島の空気だった。 島に根付いた奇妙な文化と伝承。島の中心部にそびえ立つ謎の鉄塔。しかも雪たちはよそ者ということで、島民たちから冷たい視線を浴びせられる。しかし、隣人の里見や島の意志、南田豊かの助けもあって、徐々に島の生活に慣れていった。だが、島には不穏な空気が漂っていた。夜は出歩かない近所付き合いは、 大切にする。森の鉄塔には近づかない。そして、サイレンが鳴ったら外に出てはいけない。ある日弟の行方がわからなくなり、島を探し回る雪。探しに入った廃墟で、サイレンについてのちぎれた手帳を拾い、東に襲われ逃げる。逃げた先で赤い衣を羽織った女と遊ぶ、弟の姿を見つけ、弟を家に連れ戻す。その夜、島の写真を撮りに、父が家を出ると、 突如サイレンが鳴り響く。父は朝になっても戻らない。雪は南田と共に森へ探しに行くが、その道中で突然南田の姿が消える。一人歩き続けていると内部に儀式的な道具の飾られた建物があり、その地下で父の死体を見つける。南田、塔の巡査を連れて建物に戻ると父の死体は消え、家に戻ると怪我をし、様子の おかしくなった父がいた。翌朝、今度は飼っていた犬がいなくなり、雪は再び森へ入る。そこで何者かに襲われる、シーンの映った父のビデオカメラを見つけ、拾って家に戻るが、父は不在。父の取材資料には、ロアノーク島やマリーセレスト号、そしてサイレンと赤い衣をまとった人魚セレーンの資料があった。 再びサイレンが鳴り、赤い衣の女の目の前で倒れた弟を抱えて、近くの木小屋に走り込むユキ。するとそこには、東が降り、サイレンについて語る。気がつくと、小屋は、ゾンビのようになった人間たちに囲まれており、侵入されそうになる。ユキは、なんとか、弟と共に家に逃げ帰る。家の壁に異変を感じてたユキは壁を剥がす。するとそこには隠し部屋があり、 何十年も前の島民たちの写真が貼られていた。島民たちは今と全く変わらない姿で写っていた。三度サイレンが鳴り、突然現れた父に襲われる。雪は弟と共に逃げるが、外で島民たちにも襲われる。元凶のサイレンを止めるため、迫り来る島民を蹴落とし島の鉄塔を登る雪。空は赤く染まり、鉄塔の元は島民の群れ。 最後の望みを託して、鉄塔の上のスピーカーを破壊するが、サイレンは止まらなかった。正気のままの南田は、サイレンは君にしか聞こえていないという。ユキの頭に今までの出来事がフラッシュバックする。ユキは事故で弟を亡くしており、自分が狂って幻覚を見ていることを悟り、鉄塔から身を投げる。シーンは診療所に移り、 奇跡的に助かった雪は穏やかに眠っていた。父と南田の会話から29年前の当面消失も狂った土田による犯行だったことが明かされる。南田は雪の持っていたちぎれた手帳を自分の持っていた片割れとつなぎ合わせる。頭の中に4度目のサイレンが鳴り響き、雪は目を覚ます。手帳に書かれていたのは4度目のサイレンで皆殺し。 机に向かう南田の背にナイフが突き刺さる。島民たちが歌っている謎の歌の歌詞。この島の秘密が含まれている。もともと島は富士の病などを患った人たちが捨てられる場所であった。ある時そこに訪れた人魚は彼らを憐れみ、自らの地で彼らの病を治し、感知した人々は人魚に感謝し、神様のように崇めた。しかし時が経つにつれ人々に、 欲が生まれ、不老不死の力を求めるようになり、今まで救ってもらった人魚を捕らえ、その肉を喰らった。人魚は人間に絶望、憤怒し、自らの血肉を持って島全体に、呪い、をかけ、島民は全滅した。人間を憎しみ貫いた人魚は、今も島のどこかで生き続け、呪いは、今も続いているという。赤い服の女性は、人魚ではないかとも言われている。 登場人物の名前はすべて鏡文字となっている。著者、新道義彦、原案、高山直也、出版、小学館映画とは異なるアナザーエンディングを描いたとされるノベライズ。2006年日本映画、外国映画業界総決算経営、制作、配給、工業のすべて、キネマ巡報2007年2月下旬号、キネマ巡報社、2007年、 184ページ。カバネビと人魚伝説、視界ジャックを模したかのようなカットが登場するが、これらは表層的な登場に止まっており、その点でゲームとは決定的に別物となっている。島に伝わる人魚伝説と何らかの関係があるようであるが、最後まで謎のまま、ありがとうございます。